最勇気、始まりの始まり。 これ、あの、全然事情知らない人が今これ聞いたらなんでだっていうことになると思いますけど、<laughs> 劇中でこのね、えー、非常に印象的に G メン75、えー、日本のですよ、あのね、えー、ケジドラマ G メン75の、まあ、曲が流れるというね、それから来ているわけでございます。えー、少林サッカーやカンフーハスルで知られる香港映画界のスター、チャウシンチーが監督を務めた電気アクション、今回本人はね、出ておりません。えー、最優秀を題材に、山蔵法師と孫悟空ら4人が出会う以前の話を予約と、えー、主演はウェンジャン、スーチーなどということでございます。 はい、えということで、この映画もう見たよというリスナーの皆様、えー、またの名をウォッチメンからの監視報告、メールなどでいただいております。えリスナーの感想は、えあごめんなさい、メールの量はちょっと少なめ。 あ、そうですか。ちょっとね。えー、その、あの、なんか、チャウシンチー作品、前回のそのね、あの、ミラクル7号とかも、ちょっとね、公開規模寂しかったりとかしてましたけどね。あ、そうですか。メールの量、ちょっと少なめだということですが。えー、感想は、えー、3が6割、褒めてる方6割、否定派と中間派が4割という感じ。えー、ギャグとサービス、てんこ盛り、こんなチャウシンチーが見たかったと歓迎ムードの人多し、アクションの派手さや様々なパロディに喜ぶ人も、一方、CG がしょぼい、もっとカンフーが見たかった、グロサと残酷さに引いたという声もということでございます。代表 ところご紹介いたしましょう。ラジオネーム、ペッカーさん。えー、水曜日に、角川シネマ新宿でウォッチしてきました。ここは水曜日は男女ともに1100円ということで、さぞかし多いのかなと思った、お客が多いのかなと思ったんですが、えー、客足はイマイチでした。チャウシンチは愚か、左右期すら人気がない証拠なのでしょうか。えー、ていうかまあ、ね、左右期あまりにも繰り返しやられてるんでね、まあ正直そのフレッシュ感がね、また歌謡感が出ちゃうっていうのがあるんですけどね、はい。えー、しかし、映画は素晴らしかった。この映画を一言で言えば、それは愛についての映画であります。 オープニングのサスペンスフルな展開にも驚かされるのですが、ここで夫を失ったおばさんに主人公が詰められる場面からして、後々の展開の布石になっており、えー、改めてチャウシンチの決してギャグやコメディだけではないセンサな演出が光ります。えー、子供がよ、あ、ちょっと言っちゃってますね。まあ、鬼演出や、えー、シーソーの剣目、えー、場面も素晴らしいといったことでございます。えー、本当の愛の意味を知った主人公が、三蔵法師となって仲間を引き連れ天竺へと旅立つ時に流れるあの曲は、まあなが、な、今、すみません、流れちゃってますけど、えー、予告とかあるもね、CM とかに流れちゃってるんでね、えー、私にしてみれば笑いよりもむしろ感動的であり、 上がった作品から一瞬垣間見れる彼女の姿もある場面がございます、えー、この上もなくロマンチックで切ないものでありここにもチャウシンチの優しさがにじみ出ていて笑顔をより豊かなものにしています、えー、続編が気になる点から言ってもこれは間違いなく中国版ガーディアンズオブギャラクシーと言える大傑作見てない人は今すぐウォッチということでございますはい、えー、一方こんな方もいらっしゃるラジオネームメタルピンクさん ダムラ様、こんばんは。こんばんは。ええ最優き吹き替えで見てきました。そうだ、俺、吹き替えで見てないんですね。吹き替え、曲評判いいですね。はい。ええー、私、土着層ダメでした。<laughs> 初めて聞く日本語なんですが、土着そダメでした。えー、期待していたチャウシーチー監督の痛快娯楽なところは全く感じられず、むしろ、不快で体感時間が長い作品でした。どのキャラにも感情移入できず、嫌悪感ばかりが募りました。一番テンション上がったのは冒頭のナレーションの始まりの始まりの始まり部分でした。これ、吹き替えだとついてるのがクソー。 クソー見てない悔しい。えー、せ、最優期って、過去にすごく悪いことをしていたけど、今は改心して頑張ると、過去の悪事をばらさずに話を進めていくからこそ、えー、豚たちにも、頑張れと思うことができましたが、あれだけ、要するに過去の悪事ね、あれだけ見せられたら無理ですね。<laughs> ラストの天竺へ出発するシーンでは、心の中で、死ねを連発していました。<laughs> あるかどうかわかりませんが、続編でクソ豚野郎たちを応援するにはなりません。<laughs> 終始、感風を期待していただきに、冒頭ナレーションで上がったテンション、えー、不感、 不完全燃焼です。言わなくていいことまで長ったらしくベラベラ喋って、本題に入るまでクッソ時間がかかって、結果こいつらマジくそだなと思っただけでした。<laughs> カフーが見たかったです。というね。はい、いことでございます。はいはい。土着想って。 どち、どちゃくそダメでしたっていうね、新しいタイプの表現が、僕も今度使う、どちゃくそダメ。はい。ええー、という感じでございます。皆さんありがとうございました。えー、私も見てまいりました。ええ、最優気ね。えー、っと、そっか、僕その、機械版ちょっとね、あの、時間なくていけてないんですよね。えー、っと、東方シネマズ日本橋などで、ええー、クリク2回見てきましたけど、うん、ええー、オリジナル5番で、ええー、関東5番で見てまいりましたが。ええー、まあ、チャウシンチ。 これはもう今日の特集にね、ぞらえて言うなら、アジアを代表する面白おじさんでしょうね。アジアを代表する面白おじさん、チャウシンチ。なんと6年ぶりですよ。久々の新作。えー、でも、その6年前の前作、ミラクル7号、当番組、シネマハスラ、えー。かなり始まってすぐの頃ですね。かなり初期。えー、2008年の7月12日に扱いました。かなり初期です。えー、で、その年のランキング15位。えー、結構好意的とか、かなり上位に入れました。えー、ま、あの、キッド的なね、えー、貧乏父子物 えと、まあ、かける ET というね、まあ、文句なしに面白い、もう、チャウシンチ、さすがという作品でございました。えー、で、まあ、このな6年間の間ね、結構間空いてますからね、えー、多作な人なんですけどね、この間空いてるのはどうしたことか、チャウシンチ何してたかっていうと、えっ、ー、と、例えば、 例のハリウッド版ドラゴンボールのプロデューサーとかやってたんだけど、まあちょっとその自分の意向が生きかされずにゴタゴタしてたりとか。ちなみにその、でまあ一応だから名義上プロデューサーみたいになってる。その名義上プロデューサーって言ってチャウシンチーがっていうとあの2008年度ね、そのミラク7号の同じ年のね、えっ、ー、と当番組ワーストワン、少林少女。<laughs> これもチャウシンチーね、名前貸しプロデューサーしてますけど、えー、あれで非常に私的にはちょっと株落としたというのがございましたが、はい。えー、とかですね、あと、まあそのこれもハリウッドですね、あのグリーンホーネットリメイクから交番とか いろま、そんなことしてたし、まあ、ドタバタしてたというのがあって。ええー、でまあちなみにそのドラゴンボールって言えばね、ドラゴンボールもそういや、最優旗だよねっていうね、最優旗ベースではあるということですから。ええー、ま、そのチャウシンチーという人はですね、 特にまあその、近作を重ねるに従ってですね、なんていうんですかね、中国的っていうかその東アジア的っていうかな、反アジア的なエンターテイメントのその担い手みたいな、え立ち位置にどんどんなって、で、それも自分意識してやってるところあると思いますね、チャウンシンチ。その意味ではそのやっぱ最優機っていうのはね、えライフワーク的な題材とも言えるのかもしれない。最優機説明いいですね。最優機説明いいですね、これね。あのまあ各国、まあ特にそのアジア、中国中心にアジア各地、え各世代にわたってそのそ、 それぞれの、まあ、最優記っていうのはあると思うんですよね。もう繰り返し作品化されてますから。まあ、僕は完全にあの、街空き版世代でもありますし、モンキーマジック世代ですし。えー、あとやっぱドリフのね、あの人形劇のトベソンごくね、ニンニキいきキニキですよ。えー、時々今でも歌っちゃいますけどね、歩いてる時に出ちゃうんだよね、ニンニキン、イキニキ、ニンニキ。あとあの、SF 最優記、スタージンガーとかそういう世代でございます。えー、まあ、それはいいんだけど、えー、まあ、最優記。でですね。 まあ、チャウシンチーと、その、そのチャウシンチーにとっての最優気は、まあ、ライフワークとも言えるんじゃないのか、というぐらいに思ってんじゃないのか、っていうのは、その、チャウシンチーの最優気といえばですね、えー、まあ、今回のその始まりの始まりの遥か前に、何を置いてもまず、1995年のチャイニーズオデッセイ二部作というのがあるわけです。えー、まあ、ここでチャウシンチーは、えっと、まあ、孫悟空役と、そしてその孫悟空が転生した生,き生まれ変わった、えー、盗賊役、チンポウというね、チンポウという、えー、役をやってるんですけど、<ー>はい。で、あの、ちなみ、ちなみというかですね、これ非常に重要な話、今回の、えー 最有機始まりの始まり、えー、もうですねこの「チャイニーズ・オデッセイを」というねその95年の2部作を踏まえた非常に重要なポイントディテールが、えー、いくつか仕込まれてる言ってみればもう極端に大きく言えば、えー、そのチャイニーズ・オデッセイに対するセルフアンサー的なところがある作品っていうか今回の始まりの始まりは、えー、とも位置づけられるんじゃないかと思いますそれだけその「チャイニーズ・オデッセイ」というのはチャウ・シンチキャリアの中でも結構重要作、えー、なんですねというのはですね えー、まあ、この、あの、チャニーズをですね、二部作。えー、これ当時のね、あの、劇場公開時のパンフレットで、あの、ファビュラスバーカーボーイズこと、町山智広さんと山下貴一郎さんコンビがですね、あの、なんていうの、まあ、基本はね、あの、コメディータッチの、 ちょっとこう、ま、ラブストーリーみたいなこうメインの話なんですけど <laughs>、何回だよって <laughs>、こう、この二人がま、ちょっとこう笑い交じりで言ってるくらい、こう人物関係がもう入り組みまくってるんですよ、これ。生まれ変わりとかがものすごく重なったりして、もうちょっとよくわかんないですよ、見てても。わかんなくなってくるのね。そのぐらいの話なんだけど、それゆえに、特にですね、あの、中国本土の若者がその95年公開されて何年か後らしいんだけど、えインターネット上で、その、深読みしたりとか、 あと二次創作したりとかして、そういうんですごい人気を膨らましていったところがあって、これいかにも90年代後半的な話っていうか、まあ日本で言えばだからその例えば、え、エヴァであるとか、まあ踊る大捜査線とかもそうやってインターネット上でこう人気広げて、まあそういうような、まあ特に何回さ、 というかちょっと入り組んだ感じっていうのをあえて楽しむみたいなエヴァっぽいのかもしれないですけどというような位置づけの作品と、えー、とにかくその中国では特に中国本土ではラブストーリーとしてクラシック化している作品恋愛経典だっていうことらしいんですよねはいえー、なので例えば今回の,その始まりの始まりでもですね 途中、あの、ス、えー数値演じるですね、妖怪犯の女妖怪ハンターが、あの、えー、クライマックスちょっと手前で、あの、月の光の下、まあ、要するにその、後の著発海となるイノシシの化け物を帯を寄せるために、月の光の下を歌い踊る場面。そこで歌われる曲は、このチャイニーズオデッセイの、ま、主題歌、えー、エンディングでも流れる曲で、えー、ラブイン・オール・ライフタイム、えー、ラブイン・ア・オーライフタイム、ごめんなさい、ラブイン・ア・ライフタイム、えー、人生、ところ人生、所愛、 ラ、ねえー、ラブイイインアライフタイムという曲、えー、なんですねで、まあ、これは要するにその、えー、非常に有名なわけですあのチャイニーズオデッセイの曲として非常に有名な曲なので、えーまあ、要するに多分中国の観客だったらあれ歌うときあ,あチャイニーズオデッセイの曲だ。 わかる。で、えー、この曲、まあ、エンドロールでも再度流れるんですけど、今回の始まりの始まり、だけではなくて、実はその映画の序盤、まあ、今回の主人公である、えー、後の三蔵方針になる玄城というね、えー、ウェンジャンエンさん演じる、まあ、非常に若い、えー、頼りない青年、玄城、えー、がですね、あのー、まあ、後に佐五条になる、その、半獣、えっ、ー、と、半魚半獣の妖怪、えー、これ演じてんのはあの、ジローリーさんってミラクル7号のあの、先生役で、今回共同脚本もやってるらしいですけど、まあ、この、この人が、別にあの、化け物から人間の姿になって、で それを前に、えー、その三蔵法師、後の三蔵法師が、彼なりの妖怪退治法である、まあ、わらべ歌を歌うという場面。まあ、ちょっとギャグっぽい場面ありますね。そこの場面で歌うのが、やっぱり、さっき言った、えー、チャニーズオデッセイの主題歌のラブインアライフタイムのメロディーにわらべ歌の歌詞を無理やり乗せて替え歌なわけですよ。えー、つまり、日本のポップスで例えると、アムロちゃんの、例えば、Can you celebrate? ね、誰でも知ってるじゃないですか。Can you celebrate に無理やり、 いい子だねいい子だよみたいなのを無理やり載せてるみたいな、そういう感じ。つまりその、無理やり別の歌詞を、有名な曲、無理やり別の合わない歌詞を載せてる感じ自体が、その、チャイニーズオデッセイの曲みんな知ってるってことを踏まえたギャグになってるみたいな。 んな感じだっていうことですね。えー、あとまあそのクライマックスでですね、そのチャンギゾーデッセイ、非常に有名なセリフがあるんですね。まあ要するに君を一万年アイスみたいなセリフがあって。えー、これちなみにあの、えっと、チャンギゾーデッセイの方の監督、えっと、ジェフ・ラウさんが、あの、2005年に最優記リローデットを作ってて、これでも一万年アイスってセリフがまた引用されているぐらい非常に有名なセリフだということですね。この最優記リローデット自体はね、なんかあの、最優記のキャラ感をベースにしたイケメンが出てる戦隊ものみたいな、 そんなバランスで、まあ、これ自体はちょっとアレな感じだったんだけど、はい、えー。でですね、今回の始まりの始まりも、そのクライマックスで、その一万年君のこと1万年アイスっていうのが、ちょっとひねった形。なんならさっき言ったそのセレフアンサー的な角度から引用されてたりちょっとひねった感じで引用されてたりもするという、えー、感じ。もちろんその切ないラブストーリーでもあるという、その、えー、大筋自体も、チャニーゾオデッセイ譲りではあるということです。なので、あのー、多分その中国の観客大半はやっぱりその、チャニーゾオデッセイをちょっと連想しながら、この始まりの始まり見るという。 と,ところがやっぱりあるがしかし、と同時にですね、えー、今回のその始まりの始まりは当然のようにというべきか、そのチャンギゾーデッセイ含め、これまで無数にあった最遊記者とはかなり異なるアプローチをしているわけですね。はい。えー、まあプラスそのチャウ・フシンチ作品としても本人が出ていないっていう面ではちょっと異例なんだけど、えー、とにかく他の最遊記者とはまあ非常に異なったアプローチをしている。あえて言うなら、最遊記って話本来がどういうものかを改めて考えてみると、 あえて言えば、元のせ、元はこういうとこは確かにあったかもなっていう感じではあるんだけどと。はい。えー、どういうことか。まあ、いわゆるそのね、まあ、その放題の始まりの始まりっていうの,のね、えー、通りですね。 まあ、エピソードゼロっていうか、まあ、前日たものなんですよね。まあ、最近よくあるやつですよ。えー、なんだけど、その、まあ、そこで、その、後の三蔵星現状が、まあ、まだ、その、若い、えー、頼りない青年で、えー、っていう、それが主人公なら、まあ、いいとして。しかも、まあ、その主人公が、あれですね、あの、じくじたる思いを背負った、未熟な主人公っていうのは、非常にちゃう心地的な主人公という言い方はできると思うんだけど、えー、まあ、そこは、まあ、まあ、わかるんだけど、えー、最有機なのに、今回の作品、孫悟空がですね、 まあ例えば他の作品のようにそのヒーロー的な、やんちゃだけどヒーロー的なその活躍というか立ち位置じゃない、どころか、上映時間110分中ですね、70分目ぐらいでようやく出てくるんですよ、孫悟空が。しかもその姿が、劇中に出てくるセリフのとおり言うなら、あの伝説とだいぶ違うんですけどっていう姿になってる。でですね、今日ちょっとできるだけそこの,の部分がやっぱ一番美味しいところなのでネタバレしないようにいこうと思うんだけど、 予告編とかで、その、とかもしくはポスターアートとかで、最優記だって言ってんのになんでメインビジュアルに悟空の姿見せないんだろうっていう、キャッチーじゃねえなと。その今回はさ悟空はこれですよっていうのがやっぱりね、その最優記売るにあたって一番キャッチーなところだろうに、なんで出さないんだろうってう、これ宣伝の人困るだろうなみたいに思ってたんですけど、映画実際に見てみると、あ、そういうわけか。こりゃ出せねえやっていう <laughs>、ことになっている。 えー、だからこそさっきね、70分目で出てくるって言いましたけど、映画が残り30分切ったところで、まあ、ようやくですね、ザ・孫悟空 これぞ孫悟空って形はやっぱり出てくるんですよ。だからそこまで引っ張ってるからこそ来たっていう語るスがですね、ええー、非常にあったりはするんだけども、まあ、とにかくそこまで孫悟空出さないという、ちょっと異例の作りですよね。ええー、で、その悟空、ついに出てきたザ・孫悟空すくめですね、今回の始まりの始まり、もうこれ最大の特徴と言ってでしょう。ええー、ま、その後の三蔵法師のその家来になる、ええ、三人いますね。ええー、孫悟空とご存知、蝶八海、佐護城。この三人がですね、三者がですね、要は本気で恐ろしい、 人に害をなす妖怪として描かれる。そここそがむ,むしろメインになっているという。えー、それがさっき言ったあの、要はこれを見るともう応援できないっていうレベルでの、えー、妖怪になっていると。で、確かに、その悟空なんかもうね、なんでそのお釈迦様にさ、えー、仏にさ、その、えー、閉じ込められちゃったとかさ、その、こういろいろされたりするかというと、要はもう、最低最悪の極道なわけですよ。 ね、だったからこそそういうああいう目に遭うわけで、なおかつむちゃむちゃ強いわけですよ。仏と張り合うぐらい強いわけですよ。だから、ある意味で、ああ、この孫悟空、確かにこういうもんではあるはずだよなとは思うんだけどもと。とにかくその奴らのですね、えー、妖怪性。 化け物性、毛性をですね、これでもかとばかりに容赦なく描いていく。えー、割ときっちり。まあ、ぶっちゃけかなりバイオレントな描写も含めて描かれていく。えー、これが今回の始まりの始まりの肝です。と言い切ってしまいます。はい。えー、なので、このエグいんですよ。 なので、こんな映画なのにね、見た目はね、それこそ、それこそ、なんだ、あのさ、なんだウェ、ウェンツのさ、ウェンツ主演のゲゲゲの鬼太郎みたいなさ、そういう感じかな、みたいなさ、子供をね、子供向けって感じのパッケージかなと思うと、PG12 ですからね、PG12 歳ですからね。<laughs> <laughs> あの、子供指導が必要です。じゃあ大、作り物だよ <laughs> 言わないといけないっていうね、えー、ことです、えー。でね、まあ、要は、物語全体がですね、 えー、構造が、まあ、序盤がサゴジョウ。で、中盤にチョハッカイで、ラスボスが孫悟空っていう。まあ、この3段階でどんどんその倒すべきモンスターが強くなっていく、えー。強くなおかつ立ち悪くなっていくと。そういう作りだと思っていただきたいんですが。で、それで言うとね、序盤サゴジョウのわけだから、この中では一番弱いってことになるサゴジョウでさえっていうことなんですよ、もう。で、序盤が、まあ、その、つかみになってるわけですけど。えー、まずもう、 大掛かりなセットを作って、まあ、CG で、まあ、その、円形は作ってますけど、その、えっ、ー、と、それ自体はセットで作られた、えー、川辺のその集落があるわけですね。で、そこを舞台にですね、まあ、大きな水車があったりして、おじかけがある集落があって、そこを舞台に、まあ、ぶっちゃけ上手ですよね。上手たすインディ・ージョンズ的な、まあ、その、アクションがあって、それがま、ドア玉のつかみになったわけです。で、まずですね、実際に、その、妖怪、まあ、その、後にサゴジウになる、その、半魚、半獣のその、化け物がですね、姿を表すまでの演出、ここはもうまさしく上手。 できない演出、ええー、が割とこう丁寧に重ねられていく。例えばまあ、要は、一旦、ほっとさせておいてからの、ってみたいなね。要はこう、わあばしゃばしゃばしゃってあすわ 妖怪出たかと思ったら、これは遊んでるだけでした。なんだと思ったからのギャーみたいな。要は、フェイント演出。これ上手でもいっぱいありました。えー、とかでね。まあ、あるいは、警告してるのに、ワシャワシャワシャって入ってっちゃって、その、ワシャワシャワシャって踊り、泳いでるその足を、水、水面下からこう映すカメラとか、まあ、まさに上手演出。まあ、完全に上手コピーとも言ってもいいと思いますけど、まあ、そういうような演出がきっちりとあったりとかですね。あるいは、その、えー、一旦、ホット、なんていうかな。ふなんとかからのギャーっていう意味ではですね、例えばですね、 おばさんが、まあ、水面でジャブジャブやりながら、なぎなた持って、出てこい、化け物とかなんか言って、バシャバシャバシャってこうやってるわけですよ。で、こうしばらくやってカメラが一旦こう左にふーっと触れてから、もう一回右にふっとパンするとそこにいたードーンで、そのパーっていたーから、そのままカメラをゆっくり、結構じっくりゆっくり引いてくるんですね。えー、で、こう化け物ブー、 みたいにやってて。そうすると、その化け物の巨大さ、あるいは姿の異様さ、顔は虎で体はカサゴみたいな、えー、異様さがだんだん明らかになってって、これは無理だ <laughs> 無理だってなってからのガブーみたいな、えー、とにかくまあ非常に容赦がない描写。そんでまあちゃんとその、えー、血なんかも出ますよね。あのー、その湖面というか、あの,川の、皮、え、のー、表面がちょっと緑っぽいのところにこう血がブワーと真っ赤に荒れるとかですね。結構、え、やるねみたいな感じでやってくる。 えー、ちなみ、とかですね。はい。えー、ちなみに、ここのあの、襲いかかってくる、その、作業上のその、モンスターが襲いかかってくるところとか、全体にあの、3D を意識している、え、演出が非常に多くて、で、日本、東京だと 3D で上映しているところはなかったので、ちょっとこれ、あの、3D で見れなかったのはちょっと残念だな、というような描写はいっぱいありました。はい。えー、でですね、まあ、その場面。 あの、まあ、主人公たる現象ずっとですね、ご、まあ、村人に誤解されて、まあ、縛られてるわけです。ちなみにその村人に誤解されて縛られてるっていうのは実は佐古城が妖怪化する、その、遊園というか、と重なる話でもあるわけですよね。だからそこもま、実はよくできてたりするんですけど、えー、現象がまあ、縄を解いてですね、えー、でもその戦艦ポチョムキンバリにその滑り落ちてくその、赤ちゃんが入ったそのカゴをですね、まあ、奪いに行くという場面。で、ここになって初めてちょっとこう、ヒロイックな、 それまですごい、あの、モンスターパニックホラーとしても割とこうバッチリな感じになってるんですよ。ここからちょっとインディ・ジョーンズのようになる。で、ここで、えー、さっきの G、G メじゃないですけど、あの、引用曲、タランティーノ的な曲引用があるんです。この曲はが流れるんですね。どうぞ、お願いします。柔道一直線。はい。お願いします。そうそうそう、はいはい。 これあの、柔道一直線。日本のあのね、えー、テレビドラマ。えー、柔道一直線の、あのー、試合の、あの、地獄車とか、その対決するシーンで流れる、対決男二人ってタイトルの BGM なんだよもうこれがこう引用されて、まあ、ああのー、 後々も触れますけど、チャーシンハイ不信地はすごくやっぱ、やっぱりちょっとタランティーノ的なサウンプリング感覚っていうか、まあ、その作家でもあるので、えー、こういうところからこう持ってきてこう BGM のまあ、これ流れるとすごいちょっとこうインディージョーズ的なこう盛り上がりが。この後劇中何度もこの、えっと柔、柔道一直線の曲、えー、何回も流れたりするんですけど、まあ、ここからちょっとアドベンチャー感になっていく。えー、で、この、ここがすごくやっぱりアイドル的アイディア的に殺されててですね、引き一発 危ないなんとかしたなんかこうバッてやって、なんかやって助かったと思ったら、いや、こっちがまた危機がみたいな、要はこういうその、危機一発助かったいや、また危機がみたいな、そういうアイデアが何十にも重ねられて、えー、来るわけですね。ええー、で、まあそれだけでもインディジョン的に面白いんだけど、だけでなくですね、と同時に、 例えば、ここで、あの、出てくる、インチキ同士。えー、と、最初に、まあ、その、えー、と、妖怪をやっつけたぞっていう、インチキ同士があるんですけど、その人が、まあ、服をね、最初、バリッとこう、脱がされて、何すんだ服脱がされて。え、そうこうするうちに、ドッタンバッタンするうちに、今度はおっぱい掴まれて、イタタタタタって。え、そうこううちに、ドタバタするうちに、今度は鼻の穴引っ張られて、イタタタタそういう、 しょうもない。これ褒めてますけど、今日、今回に関しては。しょうもないギャグが、こちらも何十にも重ねて同時進行していくという作りになってる。えー、とかですね。あるいはそのチャウシンチー作品でおなじみの、ま、でっかい女性。巨大な女性ネタが、ここだけ唐突に放り込まれてたりとかですね。とにかく、バランス度外視のサービス精神型。これ、これあの、今回に関しては褒めてますけど。えー、みたいなのが、こう、ドスンとドスン。もう同時にハラハラもするし、えー、なんとかだし、みたいな。 えー、で、そのインチキ同士ね、その、だから、こう、バシャーンって潰られた、えー、潰されたと思ったら、その人型に穴が開いてたりとか、もう、二昔前のベタギャグ感みたいなのも、相変わらず引き続きですし。ええー、と感じ。あと、まあ、あのスジ、スーチ、スージーさん演じるね、その、女妖怪ハンターが、こう、なんか装置を使って、こう、妖怪を捕まえる。で、その妖怪捕まえると、それが、こう、最終的に、あんだけ怖い妖怪だったのが、なんか、ゆるキャラのお土産物みたいな感じの、なんか、しょぼーいあれになる。あれ、あの、ミラクル7号でね、あの、ナナちゃんっていう、ね、あの、宇宙犬がさ、宇宙おもちゃ犬が、電池切れになった後の,あの残念な民芸品感 みたいなあれをちょっとほうふさせるこういう外し感もまあ相変わらずではあるんだけどえという感じでとにかくですねえということでまあこんな感じでそのちょっと外しギャグとかもずっと入ってるんだけどと同時にえー思わずさっき言ったようにえっとなってしまうような本気で容赦ないその残展開とかえ残酷なえ展開とか描写もあるとでこのと同時に こそがですね、このチャウシンチー的な、その、アジアの面白おじさんの新行調というかですね、えー、要するに、笑いも恐怖も、ちょっとしたお色気も、アクションの語る質も、そして、例えば、仏教的な哲学とか、などが、全部同時に、しかも何重にも重ねられていく。ある場面があったら、そこはその、一場面何か、その、一方向だけがあるんじゃなくて、そこに何重にもいろんなものが、折、えー、り重なって、詰め込まれているという。このなんかこう、サービス型感というか、えー 西洋的な感覚でいうバランスじゃない感じっていうか、えー、これやっぱそのチャウシンチ映画もしくは引いては、例えば、まあなんていうかな、ふ昔ながらの香港映画を見る感覚とか、そういうところにちょっと近い感じなんじゃないかな、それ醍醐味の一つなんじゃないかなというふうに、えー、思ったりいたします。あの、どういう気持ちになればいいんだっていうぐらいもうすごいいろんなものが入ってる。えー、でですね、あの、まあ今、恐怖って言いましたけど、ホラー要素、まあこのオープニングのその、えー、上手要素でも非常にまあ怖かったんですけど、ホラー要素、続く諸白海編、 え、中盤の諸白海編でさらに色濃くなってまあ、大きく言えば、こう、バカップルが、えまあ、訪れたレストランで恐怖の体験をするという、まあ、ダークコメディータッチのスラッシャーホラーと言ってもいいんじゃないですかね。この、訪れるバカップルのあの男のあの、少林サッカーであの、変なダンスを踊る、あの、ホーマンファイさんという人。あの人が、しかも、ハンサムねとか言って、あんな漫画みたいな顔した人、この世にいる <laughs> 最高の顔してるんですけどね、ホーマンファイさん。まあ、このカップルが、ひどい、まあ、怖い目にやる。言ってみれば、 地獄のモーテルみたいな、そんな感じですよ。えー、当店自慢の焼き豚です美味しいなんて食べてると、実はって、これ本当に地獄のモーテル的なものだと思うんですけど。はい。えー、で、まあそこにですね、まあ後に著白海になる、えー、店主の直行列っていうね、えー、あれが出てくる。それはまあ、著白海だって言うんだけど、こう妙にテカテカした二枚目。まあ、あの、パーティーマスク風っていうのかな。<laughs> あの、わかります半透明のあの、マスクみたいな感じのが出てきて。で、まあ無言でその強撃風パントマイムしてたけど、だと思いきや口を開くと、ギャー っていうで要はここのまあさっき地獄のモーテルみたいなんって言いましたけどそのもの詰まりの切り株描写とかねそういうスプラッタみたいなものはないけどその十分。 怖いってか、十分キモいし怖いみたいなことになってる。むしろ、ええー、この後ね、まあ、スーチーが出てきてですね、その妖怪ハンターが出てきて、まあ、その妖怪たち、わーって、妖怪っていうかその、ええー、戦うわけですけど、一応その妖怪退治っていう大義名分と、あとそのなんかこう戦うたびにピヨッピヨッみたいなその効果音で、一応コミカルな感じにしてる風だけど、そのスーチーがそのね、その化け物っていうかその襲ってくる奴らの人間の顔ですよ。人間の顔を殴ると、そのままピコッピコッつって凹んでくっていう。 あの、ワールズエンドのちょっと途中の展開をちょっと思い出しましたけど、ペコッペコって凹んでいく、あるいはその腕もぎとか、足もぎとかして、要は血が出ないだけで十分アウトだろうっていう <laughs> 残酷描写が、こう、お母さん、これ超褒めてますけどね。もうアウトな残酷描写が入るというね、感じがこれ素晴らしいと思います。えー、ちなみにこの、えっ、ー、と、蝶白回編が終わるぐらいまでで、まあ大体40分ぐらい。ここまで今、一気稼いに来るんですけど。なので、その分ですね、ちょっと中盤ですね、 しばらく、えー、そのスーチー率いる、そのダンっていうね、スーチーさんというダンっていう、その女の、えー、ハンターの率いる一味がいて、まあ、その吸ったもんだと、えー、そのスーチーさんから現状への、その猛烈ラブアタックというくだりがあって、これが大体10分くらい続くんだけど、これはあの、一気河川に来る分ですね、特にこの初見、一回だけ見てると、ここの部分多分、はっきり言って、まあ、話的には本筋から離れてますし、まあ、ストーリーとして、要するにはっきり停滞してるっていう風に、まあ、感じる。 人が多い場面だと思うんですね。実際僕もは、はなんかすごい話止まってんな、みたいに、ええー、思った部分なんですが。ただその、まず、ツンデレ女の純情っていうのは、まあ、チャウシンチ映画、まあ、定番なわけですね。ええー、まあ、例えばあの、喜劇王のセシリアちゃんともうたまんないかったですね。はい。ええー、とかあるんですが、あるし、ええー、なのでまあ、そういう意味で、あ、チャウシンチ映画だなっていう部分でもありますし、特に今回、えー、本作はですね、ここでの一見その本質と関係ない、そのラブコメ風、ええー、のもう本当にたわいのないやりとり。まあ、例えば、 女が目をつぶったらキスするものよ。みたいなね。もうそれだけ取り出せばもう何なんだよ。いつ、いつどきのだよ、みたいな。いつどきのラブコメだよ、みたいな。こういうセリフが、クライマックスで、ものすごく重たく切なく、響いてきたりするわけですね。泣かせどって意味では結構、チャウシンチ映画史上でも結構トップクラスに泣かせどだと思うんですけど、えー、ということも含めてですね、こういうふうに、一見ゆるゆるなところが、 ね、ウルフルなセリフとか、いろいろな展開が実は後で意外と伏線として結構効果的に生きてきたりとかする。なんで、やっぱり何気によく寝られてはいるんですよね。一見停滞してるように見えても。はい。えー、ま、 と同時に、さっきからと同時にがやっぱ味噌だって言いましたけど、と同時に、まあ、ノリが異常に緩いのも事実なんですけど、はい。えー、さっきから言ったように、この、バランス度外視感こそ、やっぱり昔ながらの香港ヘガイズムと言ってもいいんじゃないでしょうか。えー、あと、ま、その、同じ動きをすることで起こる勘違いギャグなんてね、これはま、喜劇王でも出てきて、あと、血のりギャグとかもたまにやってますけどね。今回の、やっぱりあの、血しぶきビューギャグのね、あの、悪趣味感とか本当最高としか言いようがないですし、あと、ま、その一味のあの、女の子。 クリッシー・チャウさんっていうあの、グラビアモデル。私これ、あの、ネットで検索したら本当に素敵なグ,リシーグラビアモデル。あの、引き締まったお腹を見てるだけでも,もう全然この10分はもうやり過ごせるというね。<laughs> ええー。まあそこから、あの、戦車が出て世にもアホらしい動力で動くまあ戦車の話とかいろいろありつつですね。あのー、ここであの、それぞれキャラの立った、ええー、サンタが、ハンターがさらに3人出てきたりしてですね。あのー、笑い的にはあの、巨弱王子じゃねええっと、空、空虚王子。あのー、 小竜さんっていうですね、台湾の人気俳優さん、タレント、非常にあの、なんか音楽なんかもやられて非常に人気がある小竜さんという人らしいんですけど、えー、この人がまあ、笑い的には持ってくよね。安入用事が持ってくんだけど、あの、注目はですね、字幕とかプログラムでは足じ,じいとなってる、天山客っていう、あの、足がでかくなるおじいさん、天山客っていうキャラクター。これ、あの、チャウシンチの、えっ、ー、と、前々作、カウンフーハッスルという作品、2004年、えー、それの元ネタの一つとして知られている、えっ、ー、と、如来神章、え、如来の神の手のひらと書く、如来神 これ、60年代、64年から繰り返し映画化、作品化されてきた、中国では有名なまあ話というか、ネタなんだけど、これの悪役なんですね、天山客っていうのは。 で、えー、カンフーハッスルでも確か天山という役だけは出てたりしたんだけど、はい。まあ、とにかくそのキャラです。その、えっ、ー、と、えー如、如来新章の悪役キャラを、その在勇気の、えー、その妖怪ハンターとして持ってきてるわけですね。えー、で、そのクライマックスでその、えー、足が巨大化する。だからまあ足 G だっていうそのね、日本版の名誉についてるけど、足巨大化するところとかですね。あのー、アングルとか。 ね、見せ方含めですね、明らかにその64年の最初の如来新章の映画をアップデートして再現してるんですよ、これはっきり。えー、これあのネットとかで比較映像も見れたりするんで、ぜひちょっと比較していただきたいんですけど、もうその昔のそのすごいそのしょぼい特撮とかとの比較ですごく面白かったりするんですけど、はい。えー、とかですね、あのー、まあ、今回もですね、その要はカンフーハッスル。 そのクライマックスで技としての如来心章、バーって出すわけです。その如来心章の今回はある意味超巨大版っていうか本家版ですよね。これが本物の如来心章だっていうのが出てくる。それがクライマックス。で、なおかつそれで悪役が仏教的に改新するという、その展開も含めて、まあガンフーハッスルのスケールアップ版っていう感じはちょっとあるかなというふうに思ってます。はい。 ええー、まあ、その、あの、如来新小物の映画、カンフーウォーズからね、あのー、スーチーが、あの、やってる、あの、リングの武器みたいなのね、もう引用したなんてのを言ってますけどね。しかもそのリングがちゃんと物語以上、異常に重要な役目になってるという、こういうとこもやっぱり意外とうまいあたり、ええー、という感じだと思います。今回もま、武教映画オマージュ要素も結構やっぱり、やっぱりあるぞ、ということだと思いますね。はい。ええー、でですね、 ま、さっき言ったように、まあ、肝は70分目から出てくる、その、やっぱり、かつて見たことがないタイプの孫悟空なわけですよ。要は、その、これ演じてる保安坊さんっていうね、もうこれキャスティングも本当最高で、あの、さっき古川さんに言われた、あーって思いましたけど、要は500年洞窟に閉じ込められてすっかり見た目が変わっちゃった、えー、人、ゴラムだっていうね。 ロード・オブ・ザ・リングで言うゴラム。ああ、な、でも、ゴラムよりちょっと、ね、こうやって、あの、孫悟空探しに、孫悟空さん探しに来たんですとお俺俺、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 ええー、聖天体制孫悟空、俺俺、俺、なっつって。ねあの感じ。で、500年人、五百年人と会ってないからさ、っていうあの感じ。これぜひ見ていただきたいんですけど、えー、もうここ大爆笑ですね。 で、10分ぐらい、まあ、非常にまた緩いオフビートのギャグが続く。えー、例えばその野菜を手刀で切る切らないの、まあど、う本当にどうしようもない努力的なやり取りがしつこーく続く。えー、しかもここになぜか、そのマーティンスコーセッシュのアフターアワーズという絵があります。これのアフターアワーズのサントラからなぜかここで音楽を引用してたりとか、そういうなんかよくわかんない引用無駄遣いとかもしてたりするんですけど、はい。えー、あるいはですね、その数値ね、がここにやってきて、そのダンスを指導するわけですね、その、えー、孫悟空が。そこでもうどっちもアドリブなのかなんかしないか、ど 一番明らかに素で笑っちゃってるわけですよ。で、そのテイクが使われてたりして、はっきり言ってこの場面、チャウシンチ映画史上でもここまで緩いのは珍しいっていうぐらい緩いんですけど、はい。でもこれもある意味さっき言った中盤のそのラブコメ展開同様ですね、その後に来るその展開、えー、その後に来るちょっと衝撃の展開のギャップを、えー、むしろこう効果的に際立てる演出なのかもなっていうぐらいですね、ある大展開があって、その、孫悟空がついに本性を出す場面というのは非常に大きな、むしろ語るむしろ心地いい語る質。うわー、騙され、 ですよ一つ得るのは、とにかく得るのは、孫悟空はとにかくなるほど史上最悪の悪悪すぎる。ほとんどジョーカー的っていうか、もう、けだもの。 マジ鬼っていう。そして強すぎるっていうね。えー、それをどうやって倒すのかっていうのに、やっぱりここまで丁寧に貼ってきた。それこそその時点では、軽いギャグのように見えたあるその伏線要素みたいなのが伏線として見事に生きてくる。えー、そしてそれがなおかつ仏教的、まあ言っちゃえばその東アジア的、反アジア的なその解決法みたいなところに着地していくという、えー、感じ。で、そっからがようやく我々の知る最有機になって、これがドーンと流れるというね、えー、G 面が出てくるという、えー、感じですね。はい。えー はい、ごめんなさい。すいません、タイミング悪かった。えー、ということで、あのー、女性コーラスのところで、まあ、その、彼女の、こう、ね、さっき言ったように姿が見えてとかで、えー、パチパチパチっていうかね、非常にまあよくで、この最後のこの着地で、今までその最勇気見てる気しなかった、この映画が、ああ、やっぱり最勇気だったんだという満足もちゃんと与えてくれてるわけで、僕はこれ大合格って思います。むしろ、こっから先の話は、俺は、いいかな、みたいな。あのー、おとなしくなった孫悟空なんか見たくねえよ、みたいな、ぐらいに思っちゃう感じでしたけどね。はい。 えー、欲栄はこの映画、中盤のよるさ、さっきの話はまあまあありとしても、長距離移動感みたいのが、その円形になった時のその CG 多様感とかもあって、ちょっと薄くてですね、さっき言ったその中盤のその段、ね、えー、その女、妖怪ハンターチームとのやりとりを、例えば、なんかもうちょっと旅しながらみたいな、ロードムービー的なその見せ方で距離感とかもうちょっと出せてもよかろうになとかですね、あとこれはないものになるんですけど、やっぱりちゃう心地出た、出ないと、やっぱりちょっとなんかこう、 キャラクターとしての求心力みたいなのがやっぱ弱くなるんだな、みたいなやっぱ、ええー、思ったりはしましたが。はい。えー、なんですが、まあ、とにかく、アイデア満載、サービス型、ね。これ褒めてます。えー、見ればやっぱり満足のチャンシンチークオリティ、間違いないあたりだと思います。